これより2024カジュアルイソルスポンサーパーティーを開会させていただきます。皆さんこんばんは。改めまして柏レイソルの山崎であります。本日は大変お忙しいところスポンサーパーティーにお越しいただきましてありがとうございます。日頃より皆様には多大なご支援を柏レイソルにいただいております。改めて御礼申し上げます。このパーティーの趣旨はここにいるチームのメンバーの今年の意気込みを皆さんにお示しするともに、皆様から温かい激励の言葉をかけていただくことかと思っております。岡田さんから言いますと昨シーズンは我々大変悔しい思いをたくさんしました。今シーズンはその悔しさを糧にですね、チーム、選手、クラブ一丸となって戦ってまいりたいと思います。どうぞ引き続きご支援、ご声援よろしくお願いいたします。最後になりますが、ここにお集まりの皆様、それからホームタウン、それから各社の皆様のますますのご発展を記念しまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。皆さんこんばんは。本日はお忙しい中、多くの皆様に2024レイソルキックオフパーティーにお集まりいただき本当にありがとうございます。また日頃より多大なるご支援、そしてご声援を本当にありがとうございます。我々チームは今シーズン目標を、J リーグは7位以上、そしてカップ戦はファイナリストを目指して今シーズン頑張ろうとチームが共有しております。1月の中旬からスタートし、鹿児島キャンプを経て順調に練習を積み上げてきております。目標を達成できるように精一杯頑張りますので、今シーズンも熱いご声援をどうぞよろしくお願いします。今日は短い時間ではありますが、選手とそしてスタッフと楽しい有意義な時間を過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ただいまご紹介をいただきました柏市長の太田和美でございます。本日は同じくホームタウンであります我孫子市の、星野市長も来られておりますが、代表としてご挨拶をさせていただきたいというふうに思っております。いよいよ新シーズンの開幕戦が近づいてまいりました。先ほどお話がありましたように、昨シーズンは大変悔しい思いがしたシーズンであったというふうに思いますが、ファンサポーターの皆さんも開幕戦を今間近にしてうずうずとしながら、開幕戦に向けたエネルギーを溜め込んでおられるのではないかなというふうに思っております。選手の皆様におかれましては、そのエネルギーを全身に受けて、ぜひとも新シーズン素晴らしいいいスタートダッシュを切っていただきたいと、そのように期待を申し上げる次第でございます。本年柏市は市政誕生70周年を迎えることになりますが、柏レイソルはその間の約30年間柏市の市民の皆さんの大変大きな歓喜と、そして柏市のシンボルとして、また柏市民をつなげる、中心的な存在としてまちづくりに携わって、いただきました。これからも市民の皆様と、そしてファンサポーターの皆さん、選手の皆さんと共に、
歩んでまいりたいとそのように思っております。今年のチームのスローガンが、ノーディスル、ノーライフというふうに伺っております。まさに柏の街を体現するそのような言葉ではないかなというふうに思っているところでございます。そしてもう一つご報告でございますが、市政誕生70周年の記念事業の一つといたしまして、柏駅東武線のですね、柏駅の発車メロディーを柏レイソルの応援歌に変更することが決まりました。開幕の前日です。開幕戦には多くのファンサポーターの皆さんがその音楽をメロディーを聴きながら気持ちを高ぶらせてスタジアムに向かうというふうに思っております。ぜひ皆さんご期待をいただければというふうに思っております。結びになりますけれども、柏レイソルに関わる全ての皆様と今シーズン柏レイソルが大きくご活躍されることを記念いたしまして、簡単でありますが私からのご挨拶に返させていただきたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは乾杯のご発声は柏商工会議所会頭お台場博士様お願い申し上げます。市長が申し上げましたけど柏市70周年の記念の年とかといいます、柏レイソルが花を添えてもらえる成績を上げてもらえることをご期待しておりますので、ぜひ皆様方頑張っていただきたいと思います。そして皆さんが頑張っていただくことによりまして柏の街が元気になります。どん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 元気になるためにはレイソルの活躍が一番重要でございますので、これからも皆さんで応援をしていこうではありませんか。それでは、今年柏レイソルのますますの活躍と選手の皆様方の怪我のない1年を過ごして活躍していただきますことを記念いたしまして乾杯をいたしたいと思います。ご唱和お願いいたします。乾杯。乾杯。
瞬間で、まあ、まだ試合のことでもなくて、まあ、期待しているというふうに、まあ、思ってくれるようでしたので、今やっててもすごい、まあ、特に去年の試合に出れて、まあ、そこに対して、まあ、出てるので、前回の試合で多くのことをかけていたり、まあ、本当に機会を得て、今年は本当に悔しい思いをかけないのは、本当に悔しい思いをしたので、今年こそ、ね、シーズン最後は回って、みんなで喜んで終われるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。今シーズンはね、嬉し涙で終えるように。そうですね、はい、嬉し涙で終わりたいと思います。はい、松本先生、ありがとうございました。まあ、先ほど若手が、どうも僕たちに馴染んでいるという話をしましたけど、そんなやはり最年長の僕のおかげになりますか。かなりいい雰囲気を作っているなと感じていますので、はい、1年間、みんなが前を向いて戦えるように、武藤選手がこのチームのいい雰囲気を作っているということで、間違いないですね、はい、引き続き今シーズンもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。4年ぶりにこうして皆さんと直接お話しする機会を持てることができてとても嬉しく思います。昨シーズンとても苦しいシーズンにしてしまった分、今シーズンこそは皆様とより多くの試合で喜び合えるように、そして皆様からの期待に結果で応えていけるようにチーム一丸となって戦っていきたいと思っています。今シーズンも柏レイソルへのご支援ご声援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ご安全中ありがとうございました。皆様三本締めでいきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは三本締めいきます。では拝借よー